住宅街ということで小声で喋っております。完成な住宅街ですから公園と真っ昼間なんです。11時半ですから城南地区です。城南地区はもう全然来たことがないですね。ね、あんまりね、住んでないとやっぱり馴染みがないというですね、はい、はあ、素敵な公園じゃないですか。縦長の何公園かもわからないです。わからない。僕がちょっと最初に行こうと思ってた公園ではないんですよ、はい、あら、ちゃんとやっぱブランコ、はい、砂場、そして滑り台、水の岩とありますね。一応あの三種の神器が、三種の神器がありますね、はい、あ、書いてますね壁にいろいろちょっといろいろ壁にやっぱ書いてますよ。夜分当てまくってるね。ボールはもうやっぱね、いいですか。やっぱこういうやっぱ遊びをするわけですよ。でこうちょっとあの穴を目がけてとかね。まず難しいな。公園の名前がね、はい、分からないんですよ。ここないんですか。で城南地区もこれぐらいあるんですけど。結構ね、城南校区ですね、地区じゃない、校区ですね、ごめんなさい、城南校区です。まあ公園つって私は入ってますけど、私有地じゃないでしょそういうとさ、もしそうだったら本当に申し訳ない、ごめんなさいっていうね、ごめんなさいです、うん、城南公園、はい、もう城南を代表する公園じゃないですか。まあ名前からしてですね、そうでしょ、そうですね、城南公園ですから、はい、もう市民の憩いの場になってますね、はい、ステージもある。わあ、ステージありますね。そして時計もあるじゃないですか、うん、昔からあるけどもちょっと遊具は新しく変わってきたかなという、そういった歴史を感じますね。ステージがあるってのは昔からある、我々 もうだいぶ公園見てきましたからね、あ、手を振っていただいてありがとうございます。大野隆でございます。続いてこちらは天ヶ城児童公園です。どういうコンセプトなんですか。特にはないんですけども、はい、もうカットしてください特に意味はないんで、城南2丁目ですね。こちらは今のとこ遊具はどこも綺麗ですよね。そうですね、綺麗な入れ替えられたんじゃないですか。あ、来てください、シーソーがありますね。一人でできますよ、これね。もうリュックとそのおっさん二人が遊具で遊ぶシリーズ、半袖のこれでもあります。これ王さんの得意やつじゃん。これはもう低いから、膝で膝を曲げていこう。これもうすごいきついこうなるから本当にやっとこう。いや、だんだん上がってくるから俺やっぱ身長が高いんだな、こうやって考えると筋トレやね。もういいよ、一回ついたらもうやり直しねあ、これはやり直しきついですね。ロデリックどうぞ。すごい浅いじゃん。あ、なんかの匂いがする、うんちの匂いがするえ、いや、踏んでない。自分のお尻じゃない、大丈夫こんな天秤みたいな感じで遊ぶんですか。こうか尻への衝撃がちょっとシリの衝撃がちょっといや、いいですね。何の匂いするんですか。
うんちが違うんですね、やっぱり。とか、うん、犬のうんちとかがあるのかもね、もしかすると猫とかね。なんかふわっとしたんですよ、なんか。する？いや、さっきしたんよ、本当に。全然しないよ。いや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 全然しない。したんやって、本当に。嘘つかないから。見て、根っこが、この木の。うわすごいよね。はあ、すごくない？これもう、ゆくゆくは柵壊すんじゃない？ほら、こっちも、うわきて。あ、盛り上がってる、ここも。うわきて。うわ、生きてるなぁ。すごいよね、これ。クマゼミがね、好きな木ですね、これは。イエーイ、ウィー、イエーイ、ウィー。仲良し公園です。そうですね。のいや、まあまあまあ、うん、そういうことですけども。 あれありますよ。あれは毎回やろう、うん、これから絶対。さっきのとこはね、こう上がって降りてたと思うけど、まあ、何、上がっていったらいいんですか？いや、どっちでもいいですよ。下がっていってもいいし、まあ、クリアしたいですね。クリア、ちょっと奥が割と広いですね。あ、本当だ。もしかして、え、2段階にちょっとグラウンド的なのがあるね、下には。あ、モンさん、え、ちょっとでも下行く前に。なんでこれもうさ。こう、でもさっきのところちょっと高いね。そんなことない？やりやすいでしょ。一緒。クリアなるまで帰れませんから。いやいや、これ片道ぐらいはちょっと頑張ろうか。やぶん、お、いいっすよ。 およっしゃ。行こう。あー、やり直しや。おっさん、おっさん、やり直しや。これちょっとやっぱ1個残したのがちょっとやっぱ失敗でしたね。やっぱある程度のこの反動はいるのよ。ちょっと飛ばしすぎたな。頑張れ。頑張れ。よし、来た。はい、もう今みんなテレビの前で拍手。いや、うわー、やっぱ夢だーっつって、高橋、高橋っていう、もう高橋コールが鳴りやみません。パーナポパクポリからのホノルル。今日ハワイやね。そうです、ちょっとその南国をイメージして。はい、別に白い T シャツでもよかったんですけど、やっぱこれとパイナップル、うん、うんうん、合わせました。面白い振り方してる。いいですね。ちょっと見えてますけど。はい。こっちにもなるんで、ね。次の、はい、あそこ行ってみます。あそこ行きましょうか。はい、続きましては城南東公園。はい。藤の花が。ああ、もう満開じゃないですか。ああ、蜂が来てますね。これはいいわ。桜を見て、その後はこう藤というね。これなかなか珍しいデザインじゃない？うん。ね、今まで見たことないよね、こういったブランコは。そして、もう見えております。続いての公園が。いいですね。綺麗ですね。あららららららら。花の森、カブトムシ公園。これはまたがった方がいいですね。危な。これこうやって遊ぶんですか？こういうことですね。これもう最後のもう第3コーナーを回って第4コーナー、こういう。続いてやってまいりましたのは花の森公園でございます。可愛らしい公園ですね。おしゃれ、うん、おしゃれ。こっちのね、あれも、ん、これ今までないパターンですね。うん、ちょっとデザイナーさんが考えたんじゃない？ここの公園は。こんな滑り台見たことないもの。
これオリーブですね。公園にオリーブの木があるなんて。あ、明るい。あ、すごい聞こえる。なんか喋ってる。小さい声で言うよ。ごめんなさい。小さい声で言うよ。はい、お願いします。聞こえてる？聞こえてる。まあそりゃそうだよね、俺マイクついてるもんね。もしもし。はい、どうしました？どうもしません。あ、やると思った。夕日が丘緑地でございます。沈んでったね。うん、ということだね。花の森緑地でございます。さっきの仲良し公園の奥に道があったんですよ、この茶色い。はいはいはい。だからずっと多分これ行ったら仲良し公園につながるんじゃないかな。ほう、縦長にずっと緑地帯が続くんでしょうね。ここ、この、この。うんうん、そうそうそう。台が痒いやつね。運転ないですね。渡りたいな。ね。渡りたい。いや、さっき見えた。あ、ニエチですか。はい。あ、が後ろに。なんと、こんなに近くにニエチ見ていいんですか。ニエチを一番近くに感じられる公園ってことだね。ここはね。はあ。近いね。ね、これ目線で感じられるっていうか。感じられる。これが 2H ってことは、これ 1H でいいんですか。こんにちは。これは 2H ですか、1H ですか。これは 1H。 これ 1H ですか。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。これ 1H でしたね。やぶん。続いてやってきたのは庄の春児童公園でございます。城南校区で、うん、なんか一番面積が大きいっぽいんですけど、そうですか、はい、これトイレ、はあ、美しいですね、トイレが。でこの上は、ああ、ジャングルジムがありますよ。登って遊んだ方がいい、楽しいけどね。登って遊んだ方がいいよ。どうですか、ジャケット写真とかなりませんか。なんていうタイトルの曲ですか。え、コンクリートジャングルっていう。俺たちは今どこに向かってるんだろう、俺たちは今どこに向かってるんだろう。で、どこに向かってるのかというと、うん、その先にはジャングルが広がってるっていうですね。竹田の歌。